どうも皆さん、マグニーでございまーす。いやー、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。見て、ほら、マグニーチャンネルで、別にバーベキューするわけでもないんですけど、これ来ております。そしてね、カメラの後ろにね、クレイモア照明置いてるから、すげえ眩しい、すげえ眩しいんだけど、一応綺麗に映ってんじゃないかということで、よろしくお願いいたします。まあ、陽気は、この辺にしておきまして、この、アイアングリルテーブルの沼にはまってしまった私が、この、付属で据え付けられるテーブルを購入いたしました。ありがとうございます。まあそれだけじゃないんでね、それをね、細々を見せ、見ていただければなと思います。よろしくお願いします。いきますよ。じゃじゃーん。はい、マルチファンクションテーブル、竹ね、竹でできてるのかな、これ。お、そうですね、やっぱバンブーテーブルって書いてますからね。このマルチファンクションテーブル、竹がね、キャリアエントリー IGT に合うという情報を仕入れ、早速ゲットさせていただきました。ということで、こいつの開封だな。まずはよいしょ。さあ、開けていきましょう。中のもの傷つけないように。おー、プランプ、これでございます。まあまあなサイズ感じゃね。想像していたものよりも結構なサイズ感があるよ。そもそもね、 IGT アイアングリルテーブル、アイロンとか言ってたみたいなんですけど、その申し上げました。アイアングリルテーブルですね。かなりですね、拡張性の高いものということを前、紹介したと思いますけれども、はい、これね、まずこっちの部分のこの部分での拡張もできるし、ここで拡張もできる。まあ、とにかくつけていこう。アイアングリルテーブルオンリーの状態でございますね。この、ついて付属していたこれをまあ開封して、これは後ほど使いたいと思います。まあ、スノーピークは憎いのよ。こういう足が別売りなんですよ。まあまあ、この足あれば他のね、ユニットにも使えるというまあメリットはあるんですけども、600とか300とかなんですけど、600かどうかわかんないですけど、これは400脚でございます。これをね、このように引っかかるようにします。それをただの穴にはめると、ほら、ここで、テーブルが拡張されました。で、この足を、はい、はまりました。はい、ちょっとこちらから見ていただくと、こういう風になってまして、このね、山が合うようになってるので、それをパシッてやって、で、上見て、ここ、こうなれば、はい、セット完了です。ご覧ください、すごく伸びました。こうやって、横にね、ゴボッと伸ばすこともできると。はい、これぐらい、まあ、大きくなりますよ。手を広げたら大体身長って言いますね。私が身長180センチなので、皆さん、そうだな、170センチくらいじゃないか、合計で。ここに調理系のものを設置して、こっちで食べると、みんなでね、こう食べて調理する人、待ってる人みたいな、ということで、こういう拡張ができるんですね。ほら、割らすのも簡単です。そして今度は IGT をこの向きに置きまして、さっきのこいつをですね、ここにはめていきます。これがこの溝ね、レールに入っていく感じですね。はい、こういう風にセッティングします。じゃあ、ここにはまる穴が、当然できますので、あとは、はい、ここでいいかな。おいで。はい、入りました。どうですか、こういう L 字型にね、設置することもできて、調理、ものを置いてこれ食べる、一人でやるときはこれでいいんじゃないかと思うんだよね。こうやって調理して、こっち向いて調理して、で、ここで食べると、カメラアングルもちょうどいいじゃん。うん、素晴らしい。これがアイアングリルテーブルの面白い。沼るんだって、大阪キャンパルの店員さんも言ってた。やっぱ沼るんだって、アイアングリルテーブル。はい、皆さん、まあ、これだけでも相当すごいなっていうことを、感じていただけたと思うんですけれども、これだけじゃないんだよな、ついつい買っちゃったんだ、あるものを持ってきますね。はい、やー、おおきに。はい、このギアトート M という持ち運び用の袋、イエーイ。アイアングリルテーブルの足、そしてユニットオプションを個別のポケットに収納することができるもの、アイアングリルテーブルに沼ってしまった人用の袋なわけでございます。
エントリー IGT、 他にもね、あの IGT の、スリムかっていうのがあるんですけれども、多分それ両方とも入るとは思うんです。で、今回私持ってるのこのエントリー IGT で、足って言ったでしょ、足っていうのはさっきの400脚、そしてユニットオプションっていうのはこういう板のことです。だったり、ここに設置することのできるフラットバーナー、そして切符員はこれには入らないですけど、まあどうだろうな、フラットバーナーぐらいだったらもしかしたら入るかもしれない。一応持ってきとこう。オープンしていきたいと思いますね。この間もね、ウームキャンプ部の時に使ったんじゃないですか、使ったじゃないですか、たこ焼きをね。その時もやっぱりみんな絶賛だったよ。はい、あ、水晶の持ち方、非水晶の持ち方みたいなのがあるか見えますかね。オープンしていきたいと思うんですが、ちょっと待ってよ。はい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 、中身こんなでかいわ。何がすごいかってね、今から説明しますよね。はい、まず中に入って、こういう板がね、ありましたので、そこに引きます。ほいでね、こうサイドにポケットがあるんですね。このポケットにあの板とかをね収納していくわけ。一旦この人たちどけますね。はいね、こうなっておりまして、前にこうポケットがあって、ここにですね細かい部品をね入れることができます。例えばこういうの、そしてこの400脚をもうあのカメラの三脚差しみたいにこういうサイドのポケットに入れることができます。まあここからがこいつの本領発揮の部分。こんだけでかいスペースがあるんだから、そう、今回ご紹介したマルチファンクションテーブル竹と、もともと僕が持っていたエントリー IGT 両方とも入ります。マルチファンクションテーブル竹を収納、そしてエントリー IGT、 これこのまま入れると板外れちゃうじゃないですか。この板は先ほど中でご覧いただいたこのちっちゃい袋に入れていくんですが、ですがよ、ここにねポケットの真ん中に区切りついてるんですけど、多分ここがシングルフィットするんじゃないかと思うんですよね。 IGT のシングルというのはこのサイズです。これがシングル。一旦これをはめてみましょう。やっぱりシンデレラフィット、これぞシングルのシンデレラフィットでございますね。で、こっち2つあるので、多分ダブル分だよな。いや、違うか。もっとあるか。いや、そうか、ダブルか。うん。こうやってね、板を入れておけばいいと思います。で、あとはここの隙間に、あいつを入れてあげれば。ジャキーン！オールインワン。マジ入るんだけど、あ、そうだ、さっきこれ一番1個の部分に入れたんですけど、こっちでかいの2枚にして、ちっちゃいのをこっちに入れた方が見えますか。この部分非常に落ち着きが良くなりました。で、閉じて閉める、閉じて閉める、で、横もグッと400脚が入ってるところもキュッと閉めて、ビタッとはまってますよ。ビタッと、ビタ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 、重い重いけど、これは持ち運びやすいんじゃないか。ご覧ください、こういう具合に運ぶことができますよ。より荷物を運びやすくなった。これをこっちの台に置かなくていいわけですから、もうその分ね、ちっちゃい台車にですねギュッと詰め込めるわけで、詰め込んで、これこれテーブルでこっち持って歩いていく。どうですか、なんかまたツーバがついてるんですか、これがレンズに。今までずっとついてたの、これいつからついてたんでしょうね。はい、という具合によいしょ。今回の IGT ルマはですね、このギガトート M、 そしてマルチファンクションテーブルだけ、400脚かを、ご紹介という形にさせていただきました。うぅ、汗かく。フラットバーナーも入れてみる、試してみたいですね。フラットバーナーは大体よく使うと思うんですよ、皆さん。まあフラットバーナーは他のところに入れててもな、確かに邪魔にはならないんだけど、この2枚のやつを取ってさ、これがフラットバーナーです。入るな、メタ入るな、おい、すげえ入っちゃうな。これここにさ、ガスコンロ入れられるんじゃない、ガスボンベ。ちょっと待ってて、よいしょ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 。わー、入るけどこれは怖いな。なんか変に衝撃当たるとまずいから、これはやめとこう。私の使い方としては完全にテーブルとしてだけしか使わないことも
もしかしたらあるかもしれません。なので無駄なものは入れず、今回、買ったものだけを収納しておけば、私はいつでもエントリー IGT とですね、マルチファンクションテーブルだけで、そして、400脚を持ち歩くことができるわけよ。うわぁ、重てぇ重てぇけど、もうね、エントリー IGT を買った時からですね、実は目をつけていたマルチファンクションテーブルと、この袋だったので、私は非常にプレティー。はい、今回はアイアングリルテーブル沼、 IGT 沼にハマった私がによるご紹介でございました。今後のキャンプに行かせていこうと思いますんで、ぜひ、そちらも楽しみに。ではマグニーでした。